スグレモン自動車用品の福ザですいつもご視聴ありがとうございますえ、今日はですねエアコン添加剤です過去動画でポリッシャー磨きをしたスバルサンバートラックです古い軽トラックですがエアコンは効いています除湿の水も出ていますエアコンのコンプレッサーです 高圧と低圧のサービスポートです。エアコンオンコンプレッサーに異音はありません。エアコンオフサービスポートのキャップを外します。 エアコンガスの圧力点検とガスチャージができるマニホーールドゲージです赤色ホースを高圧のサービスポートに接続します黄色いホースを低圧のサービスポートに接続します左右ドア窓ガラスを全開にします エンジンをかけます温度調整は最低温度吹き出し口はベント内気循環エアコンスイッチオン最大風量に設定しますエンジン回転数を1500回転くらいに上げます エアコンコンデンサー付近の周囲温度は約31度です。吹き出し口の温度は約18度です。窓ガラス全開の状態です。エアコンシステムは正常ですが、ニューテックのエアコンコンプレッサーオイル、添加剤を試してみます。コンプレッサーの回転が軽くなり、エアコン使用時のパワーロスを 減らしますエアコンシステムが長持ちする効果もありますマニホールドゲージで添加剤を補充できますが今回は簡単にガス補充ができるエアコンガスチャージホースメータークイックカプラー付きを使います缶に穴を開ける針を引っ込めますサービス缶バルブのノブを 半時計回りに止まるまで回します。よく振ります。缶を止まるまでねじ込んで、さらに四分の一回転程度締め付けます。クイックカプラーのバルブを半時計回りに止まるまで回します。低圧のキャップを外します。 カプラーのロック部分を引き上げた状態でサービスポートに接続しますホースとカプラーの接続をしっかり締めますカプラーのバルブを時計回りオープンの方向に止まるまで回しますホース内の空気を追い出すエア抜きをします 缶を緩めると車側からエアコンガスが出てきます。ガスの音がしたらすぐに缶をしっかり閉めます。エア抜きができました。ホースとカプラーの接続が緩みやすいので再確認します。サービスンバルブのノブを時計回りに止まるまで回してから反時計回りに止まるまで回します。 缶に穴が開きましたエンジンをかけます缶を逆さまにして振りながら補充すると添加剤が入りやすくなります冷たい缶が温かくなるまで1分程度振りました 今回はエアコンガスの補充はしませんが、ガス補充の場合も缶を振ると入りやすくなります。ガス補充時の注意点として、缶を逆さまにしてはいけません。コンプレッサーが壊れる可能性があります。添加剤の補充が終わりました。サービス缶バルブを時計回りに止まるまで回して閉めます。 エンジン回転数を1500回転程度に上げます低圧の圧力0.24メガパスカルですエアコンコンデンサー付近の周囲温度は31度です低圧圧力は適正圧力の範囲内です吹き出し口温度は約16度ですマイナス2度下がりました 窓ガラス全開の状態です。コンプレッサーの作動音が静かになりました。エンジンを切ります。カプラーのバルブを半時計回りに止まるまで回してから、サービスポートの接続を外します。キャップを取り付けます。缶を取り外して終了です。 念のためマニホールドゲージで圧力の点検をしました。正常です。完成です。エアコンコンデンサーの掃除をします。エンジンのラジエーターです。上からコンデンサーは見えません。エアコンコンデンサーに泥汚れやゴミが付着しているとエアコンの効きが悪くなります。 ラジエーターの前側についているのがエアコンコンデンサーです激泡製造機で洗剤洗いをします試運転をしてエアコンの冷え具合点検です吹き出し口の温度は約9度よく冷えています トヨタの名車初代プロボックスにもエアコン添加剤を試してみます。エアコンコンデンサーです。エアコンコンプレッサーは新品同様のリビルト品と交換されているようです。マニホールドゲージでガス圧点検です。窓ガラス全開です。 エアコンコンデンサー付近の周囲温度は約三十五度です。正常です。吹き出し口温度は約十七点五度です。よく降ります。 低圧のサービスポートに接続しますエア抜きです缶に穴を開けますエンジンをかけます冷たい缶が暖かくなるまで一分程度振りました 0.26メガパスカルです。周囲温度35度、適正圧力の範囲内です。吹き出し口温度は約15度、えー、約マイナス2.5度下がりました。エアコンコンデンサーの掃除をします。ブラシは使えません。エアコンコンデンサーのフィンが潰れてしまいます。 激泡製造機で洗剤洗いです。添加剤補充後、コンプレッサーの作動音に特に変化はありませんでした。念のため、マニホールドゲージで点検しました。正常です。試運転です。吹き出し口温度は約7度です。 キンキンに冷えていますご視聴ありがとうございました今後ともよろしくお願いいたします